こんにちは、吉シさん。今回ね、山鳥厚さんという人を紹介しようかと思いますね。この方はね、心理学者、神経学者であって、医学博士なんですよね。神戸大学にまだ在職してるんじゃないかなと思います。この方はね、あの、気づく人と気づかない人の違いってことについてかなりお話しされてるんですよ。まあ、例えばあ、誰かの家とか、オフィスとか、なんかね、訪問した先に行った時に、あの、非常に綺麗な、整理先頓されて、 とっても行き届いた、まあ、玄関ととかエンントランスがあるとしますよねそれに気づく人と気づかない人がいるっていうだけでももう最初っから勝負がついてるってことなんですよ、まあ、つまり自分の身の回りをいつも整理整頓してきれいにしてる人っていうのは他者がそれをしてるかどうかってことがすぐ分かるんですけどもそれをしてない人ははなからそこに意識がないんですよね、まあ、ですんで玄関やエントランスを玄関やエントランスとしか見えないんですよでも気づく人ってのはそこに どんな人の営みや動きがあったのかとか配慮があったのかっていうふうな玄関、まあ、を見るとその人の人柄がわかるというふうなね、えー、形でえ使ってるらしいんですよね。で前回吉谷さんがあのやっぱ共感していただいた人生最大の達成ってこれいい言葉でしょうでも人生最大の達成っていう意識を持っていない人が大半なんですよ。だから吉谷さんがあの言葉いいねっていうふうに思っていただいたってことは多分人生最大の達成っていうのはねうん,なんか改めて。 ここううう考ええててみるると、とれだなっっいうふうに思思ものがあったと思うんですよ。でも大抵の人は人生最大の達成って聞いてもそれが何か意味あんのとかねまさにそれ何か意味あるんですかみたいなね状態なんですよね人生最大の達成もしくは人生最大の達成に対してこれかなと思った時に自らでちょっと赤面するような思いがするとかねまあ赤面するような思いがしたらまだまだなんですけども大抵の方は人生最大の達成なんて意識せずに 生生きて生まれて死んんででいくんですよね、まあそれがねいいことか悪いことかは別なんですよやっぱ目的を持って生きるってことはきっと目的にこだわるってことですし手段にもちゃんと、まあ、こだわっていくってことなのかなと思いますこのつまりねこだわりってものがあるかないかなんですよこだわりってつまり自分のアイデンティティなんですよね何でもいいよどれでもいいよじゃなくってこうでなくちゃって思える心なんだなと思いますねはいということで次回もよろしくお願いします